いつもありがとうございます。ナナシです。では皆さん、スカバイ楽しんでいますか？私の方なんですけどね、24時間プレイしましたので、こちらのね、プレイレビューやっていきたいと思います。ちょっとね、結構なペースでやってるんでね、ちょっとね、若干疲れてきたんですけどね、めちゃめちゃ面白いので、まあ、ぜひね、まだこのレビューを見て勝てない人いたら、買って OK です。まあ、ただし注意点ともありますので、こちらの動画で話していきたいと思います。で、私なんですけどね、4時間、12時間、24時間っていう形でプレイレビュー上げております。後から作ったものではなくて、ね、ちゃんとその時間プレイした時のレビューっていうのをやっておりますので、まあ、こちらのレビューがね、どういう風に変わっていくか。最初最高って言ったけど、最後、いや、クソだるいシステムになってたわ。とか、最初微妙だったけど、結局最後までやったら分かったシステム、良かったとか、いうシステムもありますので、この変化とかもね、見ていただけると嬉しいかなと思います。では今回ね、24時間プレイレビューということで、今後もね、ポケモンの動画どんどん届けていきたいと思います。まあ、ぜひね、チャンネル登録、高評価、応援よろしくお願いいたします。では行きましょうか。24時間プレイした感想はね、こちらね、オープンワールド、そしてシナリオがね、普通に面白いです。で、12時間の時点、オープンワールドめちゃめちゃ面白いですって言ってたけど、まだまだ面白いです。で、特にどこが面白かったか、これなんですけどね、それぞれの友情を感じられるシナリオということで、シナリオがね、結構いいです。まあ、ストーリーがめちゃめちゃいいです。で、フィールド、オープンワールドということで、まあ、マップ広かったら最初うわーってなるけど、ね、なんか、ね、広いとこ行ったら最初うわーってなるけど、戻るのめんどくさいやとか、なっちゃうじゃないですか。まあ、そこまだ感じないです。広大なフィールドを自由にね、駆け回れる楽しさ。なんで広いだけでなくて、そこら辺のシステムをちゃんと考えられてるっていうことで、ここはね、おすすめです。で、シナリオに関して、三つのね、大きな物語の中で明かされる、それぞれの友情をね、感じられるシナリオ。ここはね、面白いです。なので、今回のね、三つの大きな物語って何なのか、学校の課題なんですよね。そこら辺までね、ちゃんと意識されてるシナリオ。学校って何を学ぶのか。ね、ポケットモンスター、ポケモンとの友情と、もう、ポケモンとの友情もあるじゃないですか。まあ、そういった意味でね、ぜひ、ここ楽しいのでやってください。ネタバレとはないので安心してください。で、全地域をね、隅々まで回りたくなるということで、意外なところにね、珍しいポケモンがいることがあります。なので、マップのね、隅々まで、落とし物探すだけでも楽しいよね。そんな感じで、ね、探索っていう楽しさもめちゃめちゃね、面白いので、ここもおすすめです。で、気になる点といたしましてはね、3D 酔いですね。で、今作なんですけどね、結構カクカクです。これね、気になる人は気になると思うし、気にならない人は気にならないと思うんですけど、私の環境、私結構ね、フレームレート、うるさいんですよ。めちゃめちゃうるさいんですよ。で、フレームレートね、安定しないと結構すぐわかるんですけどね。スカバイに関しては、もう結構処理落ち、まあ、細かい処理落ちでのカクカクが、さらにね、ちょっと酔いやすくなってるという印象です。なので 3D 酔いしやすい人は結構きついですし、酔わない人もちょっと酔っちゃうかもしれない。カメラのね、移動速度の調整とかあったらよかったんですけどね、ここら辺がなかったりするので、まあ、あとはソフトの最適化がスイッチとうまくされてない感じですね。はい、ちょっとここ気をつけてください。で、これね、急な崖をね、移動するとき誤ってね、下に落ちやすく、視点がね、急に移動します。バッて動いちゃったりするので、ちょっとね、 3D 酔いしやすい人、まあ、いろいろね、対策しながら、崖を登るときはね、特に注意してほしいかな。で、ここに関してはね、まあ、作品としても直しようがないので、まあ、処理落ちの軽減、まあ、今後ね、アップデートで。結構ね、処理落ち、エラー落ちで、ね、ソフトクラッシュしちゃうとか、あとは、処理落ちでなんか飛んじゃうとか、そういう報告ね、めちゃめちゃ上がっているので。で、私自身の方もね、処理落ちとかたまにしたり、まあ、今回 3D 用意とか、まあ、これも処理落ちかな。っていうのがあるので、今後のね、アップデートでここら辺は改善されるのかなと思っております。ただし、大元の動きっていうのはね、改善されないので、まあ、カメラの移動速度の変更でもっとゆっくり移動できるようになったら、ね、酔いやすい人も調整しやすく、酔いにくい人は今のままでいいからね、ちょっとカメラアングル、移動スピード、そこら辺のね、アップデート、まあ、多分ここは来ないと思うけど、最初からあってもよかったんじゃないかなと思います。なんで、ちょっとここだけ注意かな。ではね、感想といたしまして。まあ、ただしね、シナリオ、面白くなってきたよ。24時間で。で、ポケモンとしてね、楽しさはどうなのか。もうそんな楽しいに決まってるよ。それプラス、
ね、友情っていうシナリオも面白くなってきて、まあ、そしてオープンワールドもまだまだ飽きずに探索しているということで、まあ、ぜひ気になる人買ってください。そしてポケモン楽しみましょう。で、次なんですけどね、まあ、多分クリア後のレビューになるのかなと思いますので、お楽しみです。まあ、そしてクリア後もね、このゲームいろいろ楽しいですし、テラレイドバトル、イベントテラレイドバトルとかもあって、友達とやったりするのもね、ほんと楽しいですし、対戦もね、ポケモン面白いです。今作ね、どうなのか、まあ、買いで OK です。ただし、3D 用とか、処理落ちとか、ね、オープンワールドの不満点がある人とかもいますので、まあ、そこら辺ね、ちょっと気をつけてください。では今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきたいと思います。ぜひね、ここまで見た人、応援という意味を込めてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではでは。